嵐が来ますね、父上。ああ。敵将末春方は兵法に通じ、誇り高い人物と聞いております。実に策にかけやすい相手だね。厳島は瀬戸内海の要所、毛利が手を出せば敵は大軍を率いて一気に勝負をかけてくる。この嵐、海を越えて援軍は来ない。油断した敵を奇襲するのですね。その通り。狭い島に大軍では敵は身動きすら取れない。兵力差を覆すにはこれしかない。ですがただ一つ。なんだい高影。もし敵が厳島を脱出し再起した場合、我らの兵力ではもう対抗できません。そうだね。でももう手は打ってあるんだろ。海賊衆を味方につけました。厳島からはアリ一匹逃がしません。上出来だ。では行こう。はい。秋の少領主であった毛利元就はその知恵を駆使して勢力を徐々に広げていた。そんな中、中国地方に君臨する大大名大内義隆が重臣末春方の強靭に倒れる。中国地方の覇権をめぐり、元就は大内家の実権を握った春方と対立。知略に優れる三男高影と共に罠を張り巡らせた後、仕上げの一手を打つべく末軍を厳島へと誘い込んだ。世に言う厳島合戦、希代の豪将毛利元就の真骨頂がここに。中国の将厳島合戦。一生は隠居っぽいね。お互い高本が詰めている宮尾城は敵軍に攻められていて風前の灯火だ。密かに宮尾城に入って救援した後、高本と連携して敵本陣を急襲する。まずはその下準備だ。迅速に厳島神社を確保してくれるかい。この奇襲の鍵は宮尾城だ。敵本陣を攻撃する際の起点になるからね。つまり宮尾城を守る高本が崩れたら作戦は失敗さ。悠長にはしてられないよ。やれやれ。ここまではうまくいきました。敵将討ち取ったよ。敵将討ち取りました。やれやれ。
守っちゃ、かえって策の妨げだ。奥の手だ。彼はステージとしよう。はい、どうも。この戦果、次の一手につなげなければ。三種の教え。気はないようです。いいわ、敵の視界を遮ってくれるように、こちらの気配も消してくれる。嵐様様だよ。下準備はこれでいい。次は宮尾城だ。城の裏の中こっそり入ろう。兄上のもとに馳せ参陣、父上と高影に続くのだ。開門。カモン、アーン、何やデキさん増えてはる。宮尾城の戦況に注意しておきましょう。兄上がいれば大丈夫だと思いますが、高本が危うくなったら支えてやってくれ。それが弟であるお前や元春の役目だからね。お前と高本、元春は毛利家の三本の矢だ。心を一つに束ねれば怖いものなしだよ。お前、毛利軍はなぜここに。高本、分かっていると思うが、お前が敗走すればこの作戦は失敗だ。これはどうかな。これまず父上、なぜ私などかかる重要な役目を。もっと自信を持ってくれ。お前も毛利を支える矢の一本なんだから。私は本来頭脳労働専門なんだけどね。これはどうかな。毛利の軍勢が宮尾城に入ったとき、嵐の中海を渡ってきたというのか。急ぎ厳島神社の兵を回せ。それが厳島神社の我が軍はすでに壊滅した模様。毛利が現れたとて所詮は個性、護衛の兵を総動員して押し潰せ。どうかな。ひるむな、一息に宮尾城を落としてしまえ。お待ちよ。厳島で大軍を動かすは不利。急ぎ引き再起なさるのが上策でしょう。黙れ。お前は元成と親友だったら、元成に情けをかけようとて、そうはいかぬ。父上の鮮やかなお手並み拝見しました。私は本来頭脳労働専門なんだけどね。さあ、いよいよ佳境だ。目指すは末遥かだ。それに広中高兼、攻め落とせ。持てる力を尽くせ。隣めに俺自ら引導を渡してくれ。それこそ元隣の思うツボ。私の敵を取り立てます。船にてお逃げ。うん、分かった。もうストーリーにしよう。だがお前を疑ったこと許せ。
すがに軽かったか。君は謝らない。こちらとしては実に都合だね。解剖やれやれ。いざ七重かぎろうか。これはどうかな。死守する。末遥かとはもう逃げられません。溺れ周到な。だがまだ負けと決まったわけではない。これぞ本領。本領お見せしましょう。しました。敵将討ち取ったよ。叶う相手ではなかったか。押してまいる。やるしかないか。この前一瞬敵将討ち取ったよ。中国地方の覇権は
毛利家が継がせてもらうよ。この勝利が当家を躍進させるはずです。友を失った父上の心中を思うと喜べませんが。末春方の軍師広中高兼は古い友人でね。奴なら私の策なんかお見通しだったろう。末を説得して厳島での決戦を避け、友である私を追い詰めることだってできただろう。逆に末を見捨てて生きることもできた。でもどちらもやらず忠義の家臣として死んだ。歴史上才ある者は孤独だよ。互いに理解できる才の持ち主が同時代にはいないからね。そしてもしいたとしても倒し倒される関係になってしまう。逆もあるのではないでしょうか。倒し倒される関係であっても、その際ゆえにお互いを理解し友となれることもあるかもしれない。際あるがゆえに気づき、理解しているがゆえに信じられるか。君にはそんな存在が現れるといいね。